マサドとは、花崗岩が風化してできた砂状の土壌である。代表的な角度として用いられる。反面、特殊土壌地帯災害防除及び、新興臨時措置法で指定されている特殊土壌であり、普通土とは異なる性質を持つ。マサドは、綺麗な砂から名がついたと考えられているが、いつ頃どの地域の誰が名付けたかは不明。古くから文学的表現に用いられていたという。 地盤工学会では、マサド表記で定義されているように、マサ、マサノカの表記も用いられている。2018年平成30年7月豪雨での大手新聞各社における表記は、マサド、新サド、マサドあるいはマサドになる。2014年現在 NHK では、土砂災害のニュースで、マサド、趣味の園芸で、マサ土と呼称しているように、業界によって、 正式な読み方は異なる。瀬戸市周辺の愛知県から岐阜県にかけての地域では、スナバードと言われる。静岡県富士山周辺に、富士正と呼ばれる土壌があるが、これは火山噴出物であるため別物になる。花崗岩表面、白っぽいのが石英、黒がキララ。花崗岩も、山椒花崗岩質岩石は、石英、蝶石、雲母などの鉱物結晶が密接している。 これらの結晶粒子は数ミリメートル程度のほぼ等粒で、それぞれで熱膨張率が異なるため、温度差の大きいところでは粒子間の結合が弱まり風化しやすい。膨張などの物理的風化、加水分解などの科学的風化が進行すると、再流状になったりさらに、腸石、雲母の一部は粘土鉱物になったりするなどバラバラの状態になる。この風化加工岩の粒を、 マサと言い,い、これが集まって堆積したものをマサドと定義している。マサドは基本的性質として、流形が不均一で鉱物組成の変化が多く、弱酸性で、ほぼ差出度上であるが粘湿度的な特徴もある。これは構成する鉱物が、加工岩質岩石の種類や地形によって異なること、加えて、風化の進行度によって生まれる粘土鉱物も異なるためである。砂と、 定義されているものもあるが、シルトや粘土化した、細粒度も含まれ、さらに講義では、歴も含まれる。土質工学会、日本の特殊土でまとめられている、一般的な中石差との比較は、以下の通り。また、自然状態に近いマサドは、岩石としての特徴を残しているためある程度の、粘湿度的特性を残しているが、強風化や流出、拡拌などによって、それを失った。 マサドは完全に差出度化する。こうしたことから粘性を残したマサドは通気性。水はけが悪い。失ったマサドは通気性。通水性に富むという正反対の特徴が現れる。状態によっては締め固まりやすくもなるが、わずかな水でも流動しやすくもなる。宮島渡る山頂上。宮島は前頭が花崗岩で形成されており、 これら巨石群も花崗岩でその周りがマサド。花崗岩は大陸近くの全域にわたって世界中広く分布しているが、その風化残流度であるマサ土の分布は一致しない。これはマサドの生成に際し、岩質、地形、地質構造、地質、気候と様々な条件に左右されるためである。例えば花崗岩の風化が進んでも侵食が激しければ、あるいは 降水量が多ければ、マサドとしてその場に残らない。日本において、特土法で指定されているマサド地帯は、中国地方の大部分、九州、四国、近畿の一部になる。河口岩は全国至るところに存在し、マサドは東日本にも少なからず存在するが特に、分布するのは西日本になる。庭土に使われる予定のマサド。日本では花崗岩が石垣屋敷石。 墓石などに用いられるように、マサドも角度として用いられる。関西異性では広く分布することから安価で手に入れることができる。園芸、農業園芸用土の代表例。特に関西異性ではよく用いられる。締め固まりやすいため、水はけが悪く養分が少ないという特徴から普通は単体で用いられることはなく、場合によっては土壌改良が必要で多種類の用土やピートモスや 不葉度、堆肥などを配合して用いる。陶芸セット焼きでは、サバドと呼ばれ、素地度として用いられている。土工磁気度、庭土、森土や置き換え材として用いられる。細骨材日本では近年海砂が、環境保護の観点から採取を禁止する傾向にある、ため、その代用として用いられている。舗装日本では、道路構造例で規定されていない。一般的な道路舗装においては、 路床や路盤には用いられるが、表層には用いられない。簡易舗装で用いられる。土砂災害例、マサドが特殊土壌として指定されている理由の一つとして、斜面での安定性が他の土質に比べて劣ることが挙げられる。これは外気にさらされる。地表側が温度変化や雨水によって風化が進行していくと、崩れやすくなるためである。 高度経済成長以降都市圏の拡大により土地需要が高まり、全国的にその周辺の給料、山岳で土地造成が始まったことから、特に関西伊勢では生活を営む地のすぐ側に、マサドの休憩者斜面がある状況になった。これに、大雨が降ると人的被害に及ぶ土砂災害が発生している。また、土地需要により、周辺水域での埋め立ても行われ、 関西異跡ではその埋め立て材として対液状化現象に強い土壌であると考えられている摩擦地が用いられている。ただし大地震では液状化現象が発生した事例がある。ありがとうございます。